持ちの良い朝ですよ。村でお買い物をしてまいりました。力持ちだな。失礼します。お掃除しますね。担当お上がりください。無理。玉彦様、穴が開いてらしたので繕っておきました。よく男の下着が縫えるな。下着って恥ずかしがるの遅いから。あります。お背中流します。か、構わないでくれたまえ。構います。片手では大変でしょ。髪が多い上にクセケンなんです。変ですよね。ムフムフしすぎですよね。まっすぐでツヤツヤの髪に憧れてるのに何をしてもダメなんで三つ編みしかできなくて。玉彦様、一緒に寝ても良いですか。は、二人で初めてのお正月ですし、今夜くらいは新年の朝を二人で迎えましょうよ。二人で朝を迎か。 A few moments later。 失礼します。あれ、布団別々。おやすみなさいませ。一緒に寝るってことだったのか。ダメですよ、私なんて初恋だってまだの乙女ですよ。そういうのは結婚するまでお預けです。でも必ず玉彦様に捧げますからね。玉彦様、もう少しお休みになっていないと。一人で寝ているのも暇だから。寂しくなっちゃいました。もう熱は下がったようですね。玉彦様、ありがとう存じません。こんないい反物初めてで、本当にもう天にも昇る心地です。おお、玉彦様、エスカレーターですよ。乗りましょう。ゆず。おいしい。おいしいから食べてみてくださいな。もう明日ない。これだから最近の若者は。いや、やめたまえ。人が見ているじゃないか。すみません。できました。いかがでございましょう。どうです、ぐっと大人っぽくなったと思いませんこと。え、大人っぽく。子供のように肩上げしているのに。今尋常小学校の何年生。あ、尋常ご本。私は見ての通り14歳の立派な大人の女性ですよ。いつかっていつ。来年にはあなたより大きくなってみせますから。あら、すごいすごい。おいしいですよ。すまない。いえ。どうしました、玉子さん。ぶぶぶ